今日はですね、私がエギング日記担当させていただくことになりました。噂のエギング日記ですよ。回ってきました、2回目が。ということでですね、エギング日記のルールを今から説明します。日記に書かれたミッションをクリアする。ミッションをクリアしたら次の人へミッションを与える。期間は1週間のうちにミッションをクリアしなければならない。ミッションをクリアできなかった場合は罰ゲーム。今日今6時なんですけど、6時に行ったら次の日の6時、まあ明日の6時までに、ミッションをクリアできなければ1回罰ゲームを受けると。それを1週間以内にこうクリアしなさいということですね。だから1日1日こう待ってるわけですね。戦いがこう待ってるわけです。シュッ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 と、はい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 、波動拳気候拳なるわけですね。日記を渡されて1週間兆候撮影行かなかったら罰ゲーム。天候によって撮影ができない時も撮影期間にカウントする。うわ鬼やなこいつら。天候は関係なしということです。強風でも雪が降っても行きなさいと、槍が降っても行きなさいということですね。1週間と決めたら、要は一発でミッションをクリアして次の人へ日記を渡せばリスクゼロということですって書いてます。バカなのかと。ということでですね、こちらが日記になります。ゆうすけの方からこちらが回ってまいりましたので、今からその指令を読んでみたいと思います。エギング日記指令、湾内で1日3倍のイカを釣り上げろ。わー、なるほどですね。湾内かまあまあいいでしょいいでしょいいでしょ、やりましょう。今ですね6時15分、開始です。11月3日、僕誕生日です。うわ誕生日の週にこれするの怖っ。1日の、6時15分から開始っていうことは、11月2日の 6時18時15分まで時間制限と、そういうことになります。早速行ってみましょうね。行きましょう。ルンルンで。エギング日記、今日が中潮か。5時半が満潮なんで、今7時なんで、あと2時間半、ちょうどいいぐらいかもしれないね。もうちょっと上がってくれると、ここ浅いんでね。上がってますね。よし、上がってますね。上がってますよ。いいじゃない。3倍上がればいいかな。ここは浅いんで、リアイソ3号で行かせていただきます。ギリギリだよね。ここなら大丈夫から、この角のね。こっちは外はダメだ。こっちはダメだ。こっちならこうギリギリこそっちに湾があるから。2023年11月1日、中潮、5時40分日の出、現在4時30分、夕間詰めのタイミングにベート捕食のイカを狙ってのエギング兆候。まあもう聞いてないわけじゃないぞこれは、多分。聞いてる、いい、悪くない。全然来てなかった。あ、ゲソってる。あれ、ゲソってる、いる。ゲソってる。硬かったかな。そんな硬くないんだけどな。しゃくりすぎたかな。ちょっと移動してきました。頑張ります、今から。来たー、来たー、よかったー。電池切れの時、ちっちゃいね、ちっちゃいですけど、来た、よかった、一匹ね。いいでしょ。いや、もうでかい、まあまあいいです、皆さん、はい、まあまあいいです、よかったです。
測る測る、頑張って測る、ちょうど10段取る。ごめんね、ごめんね、軽いけど290、ちょっとラストの場所で釣ってサクッと終わりましょう。皆さんどうも、移動してきました。だいぶ移動してきました。ラストの場所でね、しっかりね一匹釣ってね、明日の朝まずめに備えたいと思います。僕が今回エギング日記の方担当させてもらってて、湾内で1日に3杯釣り上げろという指令ですので、今それを遂行しております。触った、間違いない、今来た、間違いないよ、今のは。2023年11月1日、中潮、21時30分満潮、現在23時、下げ潮のタイミングに回遊するアオリイカを狙ったエギング釣行。でかくないけど、あった。2杯目バラしたくない。あ、ちっちゃいけどいいでしょう、いいでしょう、いいでしょう、ちっちゃいけどいいでしょう。完璧ですね。いいですね、いいですね、いいじゃないの、いいじゃないの。よかったです、2杯目がなんとか。ちょっとちっちゃいですけどね、ありがとう、あざう、あざます。ああ、よかったですね。もう一杯釣れば、なんてことない。ここっていうか、ここにおっときゃずっ、いいな。釣れるな。よい。それ、来ない感じではないよ。まあ、聞いてるわけでもないけど。エイが来ましたね、今ね。お、いますね。3匹いけるよ、これ。いくよ、これ絶対。いましたよ、今。当たりましたよ。確実に。あ、来てる、当たってる。ほい、あらー。当たったと思ったけどね。おお、触るやん。おお、おるやん、おるやん。もう近くおるよ、絶対。よっしゃー、戻ったー、戻ったー、戻ったー。3杯目終わったー、完璧。まあいいでしょう。あとまあさっきと同じぐらい。はいはい、3杯目いただきました、終わりです。ちっちゃいけどいいのよ、いいけど、ちゃんとこれ何杯も釣れるってことは自愛でしょ。
ちょっと待って、何これ。また単違う、今のは。花なんか。おお。おるな、まだおるな。おるな。なんか、まだおるぞ。お、触ってるよ。おいしょー、ちっちゃいけど、よかったー。4杯目。おい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 、すごい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 、元気です、元気でした。よかった、4杯目ですね。いや、一緒でしたね。またエギリいっぱい、同じぐらいの大きさのやつが。エギングリッキー、はい、どうもお疲れ様でした。ブーン、やったー。最後の最後でしたね。もう諦めかけてたその時にクリアがやってまいりました。嬉しい。なんかね、インスタとかもちょうどやってたんですけど、携帯の電池が切れて、切れた瞬間ポンポンポンと3倍。強いね、リアイソね。今回はね、噂の3号を使ってみました。皆さん、最近3号がマストらしいですよ。今回ね、マー君がね、エギング日記頑張ったなーと思う方は、高評価、チャンネル登録、コメントなんかももらえると僕のやる気になりますので、コメントよろしくお願いします。何でもいいです。それではリルネの方、今後ともよろしくお願いします。バイ。